STS-128 は2009年8月に行われたスペースシャトルディスカバリーによる国際宇宙ステーション組み立てミッションである。スペースシャトルによる ISS の組み立て、補給フライトとしては30回目の組み立てフライトである。主な内容は多目的補給、モジュールレオナルドを使った機材の搬入や物資の補給等である。これにより、 ソユーズトママイナス -15 から6人常駐体制となった ISS の居住設備を拡充した。二台目の空気浄化装置、冷凍冷蔵庫、二台の国際標準実験ラック、希望に仮設置するクルー用個室など、合計6.5トン以上の物資が MPLM に搭載されて ISS に届けられた。搬入する機材の中には二台目となるクルーの運動用のトレッドミル、 COLBERT も含まれる。3回の船外活動が実施され、STS-122 でコロンバス外部に設置されていた欧州技術、曝露実験装置と同じくコロンバス外部に設置されていた材料曝露実験装置の回収や空となった P1 トラスのアンモニアタンクの交換を行った。この飛行がスペースシャトルによる最後の ISS。 長期滞在クルーの交代となった。ディスカバリーの打ち上げは今回で37回目。スペースシャトルの打ち上げとしては128回目となった。もともと8月25日に打ち上げが予定されていたが、悪天候と大びたがの液体水素重点排出バルブの問題で延期された。ディスカバリーはアメリカ東部夏、時間9月11日に10時53分。 カリフォルニア州のエドワーズ空軍基地に無事着陸した。なお、着陸前日の日本時間9月11日21分に宇宙航空研究開発機構により、鹿児島県種子島宇宙センターから宇宙ステーション補給機技術実証機が打ち上げられており、約1日弱ではあるが、ISS 起道場を ISS とスペースシャトルと HTV が同時飛行している状態となった。 カッコ内の数字は今回を含めたフライト経験数ありがとうございます。